音楽の日2024視聴者投票ランキングトップ1 0バーアンダーライン・アイとザ・アルフィーのパフォーマンスが大好評1976票のナンバーアンダーライン・アイは何位ですか探検してみよう音楽の力がもたらす感動は言葉では表しきれないほど大きいものですそれは音楽の日2024が証明してくれましたこの特番は 毎年多くの視聴者にとって特別な一日となっています。今年の音楽の日2024も例外ではなく、たくさんの感動と興奮を届けてくれました。2024年7月13日に TBSK で放送されたこの番組には、旬のアーティストが多数登場し、その日だけのスペシャル企画が満載でした。音楽の日2024で良かったと思うアーティストを選ぶために、 ネトラボでは2024年7月13日から16日までアンケートを実施しました。総計1万3954票もの投票が集まり、多くの人々が熱心に投票してくれました。結果を見てみると、多くの人々がどのアーティストに魅了されたかがわかります。第2位にランクインしたのは、ナンバーアンダーライン愛で、1976票を獲得しました。 ナンバーアンダーラインアイは平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんによって2023年10月に結成されたグループで、2024年元日に発表されたデビュー作、g o トを披露しました。そのパフォーマンスは多くの視聴者の心をつかみ、鮮烈な印象を残しました。そして第1位に輝いたのは、ザ・アルフィ f で、2384票を獲得しました。 ザール・フィーは1974年8月にシングル夏しぐれでデビューし、2024年にはデビュー50周年を迎えます。彼らの代表曲星空のディスタンスは放送中に披露され、多くの視聴者を魅了しました。彼らの50年の歴史を感じさせるパフォーマンスは、新旧のファンを問わず、多くの人々に感動を与えました。ナンバーアンダーライン愛と、 ザール・フィー、新しい音楽と変わらない音楽、これら二つのグループが見せてくれたパフォーマンスは、それぞれの時代の音楽の魅力を存分に感じさせるものでした。新生のナンバー・アンダーライン・アイは、新しい風を吹き込み、エネルギッシュなパフォーマンスで観客を魅了しました。一方で、ベテランのザール・フィーは、長年の経験と熟練の技を披露し、変わらない良さを示しました。この特番は、 毎年多くの視聴者にとっての楽しみとなっています。特に東日本大震災を忘れずに寄り添ってくれる番組として多くの人々に愛されています。他の音楽特番とは一線を画す存在として視聴者に深い感動を届けてくれます。今年もその期待に応える形で多くのアーティストが素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。n o ー,ア,ンダーラインアイのデビュー作 GO とは 独自の楽曲でかっこよさを感じさせました。そのパフォーマンスは視覚的にも聴覚的にも視聴者を引き込み、多くの人々から高評価を得ました。一方、ザ・アルフィーはその普遍的な良さを保ちつつ、新しいエネルギーを感じさせるパフォーマンスを披露しました。彼らの音楽は、時代を超えて愛され続ける理由を改めて実感させてくれました。また、特番ではダンスバトルも行われ、 多くの視聴者を驚かせましたスケートボードやラップバトルなど様々なパフォーマンスが展開されましたがそれぞれが独自の魅力を持っており多様なエンターテインメントの要素を楽しむことができましたしかし一部の視聴者からは音楽番組としてもっと歌をじっくりと楽しみたいという意見もありましたその一方でダンスバトルのパフォーマンスの凄さには多くの人々が感動し プラスの意見も多く寄せられました司会を務めた中居正広さんと相葉雅樹さんも視聴者から高い評価を得ました中居さんの安定した信仰と相葉さんのフレッシュな魅力が絶妙にマッチし番組全体を引き立てました特に中居さんの司会ぶりには改めてその実力を感じさせるものがあり相葉さんも大いに勉強になったことでしょう今回の「音楽の日2024」は 多くの視聴者にととって忘れられらなない一日となりました音楽の力がもたらす感動は言葉では表しきれないほど大きいものです。これからも音楽の日は毎年多くの人々に感動と喜びを届けてくれることでしょう。来年もまたこの特番がどのような感動をもたらしてくれるのか今から楽しみでなりません。音楽は時に人々の心をつなぎ 時に新しいエネルギーを与えてくれるものです音楽の日2024もその力を改めて感じさせてくれました新しい世代のアーティストが登場しベテランのアーティストがその魅力を再確認させてくれるこの特番は音楽の持つ多様な力を存分に引き出してくれる場となっています次回の音楽の日にはどのようなアーティストが登場しどのようなパフォーマンスが繰り広げられるのか 視聴者としては毎年の楽しみがまた一つ増えたような気がします音楽の力を信じその感動を共有することができるこの特別な一日をこれからも大切にしていきたいと思います音楽は国境を越え時代を越えて人々の心に響くものです音楽の日2024もその力を存分に感じさせてくれる一日でしたこれからも音楽の持つ素晴らしさを 多くの人々と共有し続けていきたいと思いますそして次回の音楽の日も多くの人々にとって特別な一日となることでしょうその日が待ち遠しいです音楽は私たちの日常生活に深く根ざしておりその力は時として驚異的なものです音楽の日2024が私たちに示してくれたように音楽は感動を呼び起こし心を動かす力を持っています この特番は、毎年多くの視聴者にとって特別な一日であり、多くのアーティストがそのパフォーマンスで観客を魅了します。今年もその例外ではなく、多くの感動と興奮が詰まった一日となりました。音楽の日には多くのアーティストが登場し、それぞれが独自のスタイルで観客を楽しませました。特に今年のナンンバーーアダインアイとザール・フィーのパフォーマンスは、 多くの視聴者に強い印象を残しました。ナンンバーアンダーアダラインアイは、新しい世代の音楽を代表するグループとして、そのエネルギッシュなパフォーマンスで観客を魅了しました。彼らのデビュー作、ゴートは、独自の楽曲とスタイルで多くの人々に支持されました。一方、ザ h ルフィーは、50年の歴史を持つベテラングループとして、その経験と熟練の技を披露しました。彼らの代表曲、 星空のディスタンスは多くの視聴者に感動を与えその普遍的な良さを改めて実感させました彼らのパフォーマンスは新旧のファンを問わず多くの人々に愛され続けています音楽の日には他にも多くの見どころがありましたダンスバトルやラップバトルスケートボードのパフォーマンスなど多様なエンターテインメントが展開されましたこれらのパフォーマンスは それぞれぞが独自の魅力をを持っており多様な視点から音楽を楽しむことができましたしたかし一部の視聴者からは音楽番組としてもっと歌をじっくりと楽しみたいという意見もありましたそれでもダンスバトルのパフォーマンスのすごさには多くの人々が感動しプラスの意見も多く寄せられましたこの特番の司会を務めた中井雅宏さんと相葉雅紀さんも視聴者から高い評価を得ました 中井さんの安定した進行と、相葉さんのフレッシュな魅力が絶妙にマッチし、番組全体を引き立てました。特に中井さんの司会ぶりには、その経験と実力が光り、相葉さんもその存在感を高めることができました。音楽の日2024は、多くの視聴者にとって忘れられない一日となりました。音楽の力がもたらす感動は、言葉では表しきれないほど大きいものです。 これからも、音楽の日は、毎年多くの人々に感動と喜びを届けてくれることでしょう。来年もまた、この特番がどのような感動をもたらしてくれるのか、今から楽しみでなりません。音楽は、時に人々の心をつなぎ、新しいエネルギーを与えてくれるものです。音楽の日2024も、その力を改めて感じさせてくれました。